なんかもじゃもじゃ帽子の帽子の中、あなたたち学生？あ、学生っす。あ、学生っす、学生っす、学生っす。でも、なんでお前帽子なんか俺だったらダメね。この学校帽子ありっすか？帽子なしです。じゃあ取れよ。すいません。じゃあ自己紹介から。はい、どうも、ぎょんちゃんです。はい、ぎょんちゃんです。二人揃って。はい、やったことないそうです。やあれ、帽子やばい。なんかいいっすか。こんにちは、ひなたです。あー、なるほどね。はい、皆さんどうも、こんにちは。ワンリーアンドゆうぽんです。こんにちは、さとひろです。こんにちは、たまチューブです。あら、こんにちは、ボナールチャンネルのマサです。やです。ボナ、ボナ、ボナ、なんで、なんで、ルーズリーフ、お願いします。ルーズリーフ、今の子供の名前わかんだよ。じゃあ靴下かわいい。いや、着るか着るか。英語で修行したいです。キャベツのコアをスリット、シン、あ、ブワをスリット、シンの部分を、じゃあシン抜きましょう。シン抜くか分かりますか。いや、多分なんか何でも一緒だよ、どっちも一緒だよ。大丈夫、大丈夫、大丈夫。 OK、 OK、 OK。たまチューブとなみきのワクワクキッチン、イエーイ。まずまな板にキャベツを置きます。で、芯を抜きましょう。こうですかね。もうええよ、せーの。え、意外と可愛いだろ。あ、可愛いです。映画が好きだよ。あ、先輩、7月15日空いてますか？おお、空いてる。その日その日花火大会があるんですけど、一緒に行きませんか？マッチか。マッチ、友達ということしてたけどさ、あ、断るわ。じゃあ一緒に行きましょう。え、何しよう。花火大会は5時から始まるので。5時から？5時から？5時から始まるので5時半で。分かった、分かった。公園で待ち合わせで。公園で。はい。格好は？え、浴衣で。浴衣か。何色で来るの？ピンク。ノリノリなんだよ。ノリノリじゃん。そっか、ちょっと誰にも見つかんないように行こうね。はい。うわー、いやね、でもストレートに言ったね。いやね、ちょっと綺麗な。タジタジ、だからもうすぐ答えなきゃって。
ていうか俺パンツやめてない。パンツですか？ゴミで。やめた。このパンツすごい花火っぽくないですか？花火。花火かな。ちょうどね。無理やりおならして見たら破れてた。やばくないこれ？めっちゃおもろいやん。すごい可愛いパンツですね。もうマジで見た。もっと見たい。マジで。マジで。どっちがエロか。俺の花火見たい。たまやどうや。イストリゲーム大会イエーイ。1回目よーいスタート。すごいよ。それマジでだったね。それではよーいスタート。もありましたけど、僕はもう罰ゲームになるだろうなってもう諦めてるんで。いやでもそのさらに恐怖を味わうのはもう本当に勘弁してほしいので頑張る、とりあえずこのカメラを壊さないように頑張ります。エレベーターほら明るいから一泊二日の修学旅行イエーイ。はい、次誰？はい。おお。中野ポンちゃん。カメラ行くよ。誰と戦いたいんだ？そこのメガネ。おお。カメラ借りるけどね。
ごめん、俺選ばれちゃった。頑張ってくださいよ。行ってくるわ。これも出てくるよ、絶対。みんな足元気をつけろよ。はい。ありがとうございました。はい、したよし、みんな気をつけろよ。ここは何があるか分かんねえからな。あっ！リリ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 リということで、キャンプで対決をしてもらいたいと思います。はい、数えてみれば分かると思うんですけど、まさくんチームがちょっと1人少ないですよ。まあ、ということなので、今回は特別ゲストとして、はい、ほら、前にさ、視聴者さんから、煩悶学園のほら、新しい出演者を募集したんですけど、そこから1人呼びました。新しい、出演者の方、こちらです。キリナちゃんでーす。どうした今日初めての YouTube で、声を張ってください。お兄ちゃん、初めてですけど頑張ります。頑張ろう。次はよくて今だとからどぶぐるいいねいいね。え、これどんだけ弾いてもいいんだよね。なんでこんなさ、早くしなきゃいけないの。アスピン、アスピン、よし。非常に機嫌が悪いんですよ。ジャイアントスイングします。回して投げます。ネタバレしの競争と上がっちゃうと思うんですけど。あんたよ、ビリじゃねえかよ。まあね、無理ですわ。無理ですわ。絶対これマサ君がこの状態でやったよ。お前マジ謝るよ。うわっ、ジャイアントスイングってずっと、もう仮面の下、どんな顔してたか分かるか、お前ら。どんな顔してたか、お前ら想像できないかな。バカ者。ドッキリだよ、これ。ドッキリ。はい、ということで、そうです。よっちにだけ、魔法とさんが入ってるドッキリでした。本当にありがとうございます。ありがとうございます。
よく飛ばされた方がいい。星1のビビりだよ。お疲れです。ありがとうございます。頑張ってください。